どうも、おはようございます。12月7日火曜日です。ね、早速利益取れたでしょ。だからこれね、12月はね、6日から10日が大きく利益取ってフィニッシュになると思いますよ。まあ12月は本当この週ぐらいしか利益取る時ないですから、まあだからね、11月の一番最後をずっとね、フォーメーションの設定をするのに費やしても十分お釣りが来るっていうのはこういうことなんですよ。で、昨日なんですけども、今回レンジオプションを取りましたよね。で、レンジオプションの数値が下と上の線を引くわけですよ。上底と下底って言いますけども、下底が112円の555、上底が113円の535で取りました。で、このおおむね1円ぐらいの幅の中で、もう1円ぐらいの幅がありますから、ピップスがありますから、これはね、下の水準に達したらバイで取って、上の水準に達したらセルで取る。この繰り返しでいいんですよ。あとは、ブレイクしたら、そちらの方についていく。ブレイクを確認してついていくってことで、その数値設定も昨日させてもらいました。さあ、そして昨日は、バイでエントリーする日でしたよね。下の水準に、溜まったところからスタートだったんで、もう軒並みバイでエントリーしたと思います。そして今日はギリギリ、上底の方に、もう、目論見通り達しましたんでね、ロウソク足が。今日はセルの方に行くわけですよ。ね。もしくは、ブレイクして、ブレイクの方についていくですからね。バイの方でついていく。はい。じゃあ、こちらの方を、まずはね、1時間足の方から解説していきますんでご覧ください。こちらです。はい。1時間足でございます。上底と下底を確認しますね。赤い線がすでに引いてありますけども、この赤い線、112円の555です。ちょっと554になってますけど、555ですからね。で、上底が113円の535で。で、このレンジオプションで上下のピップスが十分ありますんで、だいたいね、70ピップス以上あったら、レンジオプションで内側で稼ぐってことをしてもいいと思います。で、70ピップスに満たなかったら、ブレイクまで待つしかないですよね。そういうふうに今までもお話してきてると思いますけども、こういうふうに、この辺に、ロウソク足の先端があったら、セルで入るわけですよ。ね。で、この辺に、ロウソク足の先端があったら、バイでいけばいいんですよ。その繰り返しですからね。ということは、下から入ってきて、ここにいるときは、バイで入れば、こうやって取れたわけでしょ。で、その後、一旦こういう風になりましたんで、もう一回ここに入ったときに、セルをかければ、こっち行くわけでしょ。で、また下の数字に入ったから、バイで入ると、こう取れるわけですよ。それからまあ、ちょっとね、真ん中辺にいて、ここで、セルにもう一回入るチャンスが来て、この時は急速に落ちたんで、またここでバイに入ればいいっていうのが昨日の話です。で、そうすると、ここに達して、今日現在、12月7日の朝5時はここにいますから、今日はセルで入るだけですよ。簡単でしょ？もうそれだけですから。あ、もうね、簡単すぎてお茶の子さいさいでございます。じゃあ、改めて、日足を見ていきます。これがデイリーなんですけども、転換して横に行って、上にぐーっと伸びたところからもう一回伸びて、下の方に行きました。今、レンジに入ってます。この辺りでレンジに入ってますよね。で、それを見てるところなんですよ。で、おそらく私は、この図を見ていくと、これからは、セルの方に向かうんではないかなと、大きな時間軸はね、そういうふうに思ってます。ぼんやりと思ってます。まあそれは昨日説明しましたけども、ここから始まって陰線が圧倒的に多いからですね。じゃあ4時間の方見ていきます。4時間はこのようになっていて、こちらからぐーっと落ちていって、現在レンジに入っているところです。で、ここを見てくださいね。ここを割って、下の方に行くんではないかなっていうふうに感じてるところなんですよ。この強い下への勢いがあって、そのまんまそれがレンジを通じて、今か今かと下に抜ける日を待ってるんではないかなっていうふうな図に見えます。その時は当然ここの力点も壊しますんで、レジサポラインは転換するってことになりますね。じゃあ改めて1時間の方を見ていきましょうか。もういろいろと線引いてますけどね。1時間は今レンジに入って上下、ね、跳ね返っちゃ上、跳ね返っちゃ下に動いてるところでしょ。で、昨日はバイで入って、今日利確して、今からもうセールに入ればいいと思いますよ。で、ロスカットを食らうとしたら、ここちらを出ていると思いますんで、そしたらね、ブレイクしてバイに入る準備をするってことになります。それが今日の戦略です。よろしいですか？まあ非常に簡単ですよね。テクニカルをしっかりと身につけていれば、しっかりと稼げると思います。で、最初はね、4000名ほどいた私の、この相場解説のチャンネルですけども、最初の今以上に精度の悪かった時っていうのは、まあ4000人ぐらいの方が見ていたんですよ。それが5年前です。それからどんどん私の相場解説は正確になって、利益も出るようになって、そして皆さんにも利益をもたらすようになって、現在まで続けてらっしゃる方が、おおむね50人から100人の間なんですよね。まあだからね、多くの方が本当にね、興味はあるんだけども、きちんと FX を学ぶってとこまで来ないんですよね。で、今、50人から100人の方がまだ私の相場解説見てくださってるというふうに申し上げましたけども、この方はおそらく利益をたまに上げるようになったんじゃないかなと思うんですよ。あとはロットを増やせるかどうか、それから日々それができるかどうかの調整になると思います。まさに精神力の段階に入ってますので、時にはね、負けが込むこともあると思いますけども、ちゃんとノートをつけてみると、1ヶ月トータルでプラスが6割以上になってるはずなんですよ。だから賢してるはずなんですよね。だからそのためにもロットをいつもね、一定にしといてください。いけそうだからロットを強めにするぜって言った時に、逆撃を食らってロスカット食らったら、せっかく今までね、同じような確率で勝ってたものが、ロットの上げ下げによって、もう勝率は高いんだけども、負け金はでかいみたいなおかしなことになっちゃいますんでね。まあですんで、少なくとも数ヶ月は同じロットで勝負してくださいね。私の場合は1年間をお勧めするんですが、まあ、熟練された方も多いと思いますので、そうですね。短くても1ヶ月は同じロットで勝負してください。で、1ヶ月単位の勝率をきちんとつけるようにしてください。そして、次の月にロットを変えたら、また1ヶ月はロットを変えないようにお願いします。それでは、いってらっしゃい。